クロ王子の出来合いには逆らえない。チャンネル登録お願いします。うちの学校には容姿端麗、品行方正、誰もが振り返る天下無敵のプリンスがいる。おはよう。全然寝れてない。おはよう。おはよう。黒板消してっと。村田一花、高校2年生。父の仕事の都合でここ朝倉学園に転入して早1ヶ月。これでよし。ほっ、朝から日直の仕事、えらいね。みのり、校舎は綺麗だし。はぁ、1限目から数学だよ。みのり苦手だもんね。滅びろ。友達もできて滑り出しは上々。ただ一つ他の学校と違うことといえば、いやー、こっち向いて。ま、な、何事？ああ、プリンスのお出迎えだよ。そう、この学園には天王寺霊というプリンスがいる。モデルやっててかっこいいよね。正直異常なくらいファンが多い。プリンスファンクラブが存在し、昭和の少女漫画かな。廊下を歩けば悲鳴が上がり、もちろん盗撮写真は横行。さらには校長室にまで写真が貼ってあった。誰？うわー、月夜も輝いてる。かわいい。いくらなんでもモテすぎじゃない？この前発売した雑誌で特集ページ組まれてて、さらに人気爆発したって。みのり詳しいね。イケメンは正義。どんな女子が告白してもなびかないんだって。どういう子がタイプなんだろう。へえ。へえって、いちかってほんとプリンスに興味ないよね。興味も何も話したことないし。でもいつも笑顔だし、人気なのもわかる。ま、プリンスは遠くから見てるに限るよ。ん？今じゃ抜け駆けしたらファンクラブに消されるからね。前にプリンスの机に座って自撮りを SNS に上げた女子がいるんだけど、プリンスの机だって特定されてめちゃくちゃ叩かれて転校しちゃったんだから。特定班ってすごいよね。やっぱついていけない。委員会あるから食べといて。お昼どこで食べよう。それにしてもプリンス一色すぎて、この学校大丈夫かな。あの、これ食べてください。どわー、告白現場。しかも相手はあの天王寺霊だし。大丈夫？抜け駆けしたやつは消されちゃわない？手震えてる。 ありがとう、嬉しいよ。ありがとうございます。よかった。私までドキドキした。でもさっきの女の子いい顔してた。私もあんな風に恋してみたいな。へえ、この学校でまだレイに弁当を渡す女子なんていたんだ。お、誰か来た。勇気あるじゃん、どんな顔？うっせえな。あれっていちいち覚えてねえよ。天の字で？どうしよう、まず隠れちゃった。だってで、どうするのそれ。ああ、なんだか、ああ、いつもと雰囲気が。食えるかよ。うそ。見ず知らずの女が作ったものなんて何が入ってるかわかんねえし。ひで。本当にプリンス？ひどすぎる。ちょっと、ひるむな私。さっきから聞いてれば何様のつもり。お弁当を渡すのにどれだけ勇気がいると思って。へえ、
何のこと？まぶしい。今さら猫かぶったって私見たんだから。ふーん、そっか。盗み聞きとかいい度胸してんな、平民女。平民？私のこと？他に誰がいるんだよ。俺がプリンスなら、お前はせいぜい平民だろ。な、せいぜい平民。この辺りみんなのプリンスって。俺は可愛いと思うけどな。バーカ、お前は守備範囲広すぎんだよ。こんなやつだったの？言っとくけど、俺は食べるとは言ってないからな。受け取っただけでありがたいと思う。この性格ドブサイク、言ってやったわ。性格ドブサイク最高。お前叩いた。叩かれるようなことをするからでしょ。何して？叩いたショックでおかしくなったんじゃ。お前何よ。本当に女か？最低。クロー王子の出来合いには逆らえない。各電子書店にて好評配信中。スターツ出版が運営する小説サイト&アプリのいちご、話題の小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。